ははいこんにちはレトスノーノです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます個別指導の値上げまであと数時間となりました現在の割引価格は今日までで明日になると値上げとなってしまいます試験まで残り8ヶ月あるので今から理解学習を実践できれば今年の合格に十分間に合います もしあなた自身で理解学習を実践するの難しいな、そう思うのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの事項をお待ちしております。それでは本日の3問に入っていきます。建物所有者 A と借家人 B の間の借家契約後、A が当該建物を C に売却した場合、 建物の引き渡しを受けて建物で居住している B は C に対して賃借権を主張できる。ルかツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。え答えはこれ、丸ですね。まず問題文の状況なんですけども、建物所有者 A が B に建物を貸します。まあ、賃借する、まあ。賃貸するでもいいですね。B から見たら建物を借りる側なんで賃借、まあ。A から見たら 貸貸す側なんで賃貸、まあ、これではどちらでもいいです。賃貸でも賃借でもどちらでもいいです。でえー、賃貸をして、また賃借を受けて、その後 A さんは建物を売却してます。こういった状況なんですね。で、建物賃貸借における賃借権の対抗要件、つまり B の対抗要件っていうのは賃借権の登記、または建物の引き渡しなんですね。で今回の問題でいうと、借家人 B は建物の引き渡しを受けていますね。 なので、B さんは対抗要件備えているから、その後、A さんが C さんに売却したとしても、C さんに対して賃借権を対抗することができます。つまり、B は C に対して賃借権を対抗することができるから、丸だということになります。で、この対抗できるってどういうことかちゃんと理解しておきましょう。 個別指導では、これがどういった意味なのかもお伝えしています。まあ、こういったね、基本事項の理解っていうのは合格への第一歩なので、ちゃんと理解しておきましょう。また合格するには、まだね、2歩、3歩とまだまだやることがたくさんありますので、まずは第一歩、対抗できるってどういった意味なのか、まずはこれを理解しましょう。で、問いにですね、後県に本社、おつ県に死者を有する宅建業者 A が、本社と死者ともに宅建業を営んでいる場合、従業者名簿については、 本社,支社、それぞれれれぞに備ええ付けなければならななばらいいかかという問題ですこれ答えは〇ですすこ答は事務所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりませんつまり本社にも、えー、そこの本社で働いている従業者の名簿を置いて死者にもその支者で働いている従業者の名簿を置くと一括して本社に備え付けておくっていうのは宅建業法違反になりますので注意しましょう あとですね、事務所に備えるものって何がありましたでしょうか覚えていますでしょうか標識、報酬額の掲示、まあ、報酬額の上限ということですよね。あと、帳簿、従業者名簿、選任の取引士、まあ、つまり選任の達見士ですね。これはすべて覚えておきましょう。で、3番ですね。市外科調整区域、かっこ開発許可を受けた開発区域を除く。 この中において、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない、丸かツかという問題ですね。答えは丸です。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた区域以外の区域内においては、知事の許可を受けないと、新築することできないんですね。 で、今回の問題っていうのは、市街化調整区域の話ですよね。市街化調整区域内での話なので、新築する場合は、知事の許可が必要です。そもそも、市街化調整区域っていうのは、市街化を抑制する区域、つまり、建物をあまり建てさせない区域なんですね。まあ、その点から考えれば、建物を建てさせないんだから、建物を建てる場合は、知事の許可が必要だっていう風に考えれば、理解しやすいですよね。で、今回のポイントは、この市街化調整区域のうち、 開発許可を受けた区域以外の区域内。ここがどこかっていう話です。問題文のこの部分ですね。この部分。市外科調整区域、括弧、開発許可を受けた開発区域を除く。この部分なんですけども。まあ、この部分の意味っていうものをちゃんと理解することが、まあ、理解学習なんですね。で、この部分ちょっと解説すると長くなりますので、えー、この部分については個別指導でお伝えする流れになります。個別指導ではこのような単語についても解説しておりますので、ぜひですね、個別指導をご検討ください。 そして、はじめにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと数時間となりました。現在の割引価格は今日までで、明日になると値上げとなってしまいます。試験まで残り8ヶ月あるので、今から理解学習を実践できれば、今年の合格に十分間に合います。もしあなた自身で理解学習を実践するの難しいな、そう思うのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。 あなたの事故をお待ちしております。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。